かできないから、その時間にやってるだけで、あの別にイベントに参加しているわけではないので、皆さん、はい、すいませんね、こんな時間にやっちゃって。本日はこちら、もう溶けてるよ、スタバを飲みながら配信していきたいと思います。イエイ。溶けちゃった。今日はね、実況配信があるんです、アンロケさんの。そのために夜にね、ちょっと配信ができないので今この時間にやってるんですけど、なんかこんな時間ね、いつもやんないから、しかも5時からイベントが開催ってこともあって、ハピオンイベント参加者なのかなみたいな。全然参加しないです、すいません。まこちらはバニラクリームフラペチーノ、キャラメルソース追加、アップルシナモン果肉追加でございます。もう巻きが取れちゃってる。うん、ようちゃんはイベント参加するんだ。ハルピョンは不参加です。来たる時に、まあそれがショールームなのかドボンなのか何のなのかはちょっとまだわからないんですけど、来たる時に皆さんにはお頼み申したいと思います。よろしく軽っ。うん、おいしい。すぐなくなりそう。しなきゃいけないんだよね、見てこのすっぴん、やばマジやばい。でも鏡持ってないから、そっちに鏡があるんだよ、大きな鏡が。だからちょっとお話ししたらメイク配信にするので、今はお話てか疲れたから休憩。今日はね、見て、配信っていうことでちょっと白系でまとめつつ、ちょっとおしゃれなゴールドピンクの、ピンクゴールドのネックレスをしつつ、まあ、下は黒なんですけど、うん、うまい。あとでイヤリングもつける予定、持ってきてある。なんかね、これがないと首元寂しいでしょ、だからこれをつけました。でもね、このね、ちゃんと見て、ヒートテックも白着てきたの今日。そう、これね、すごい黒のヒートテック着ると透けちゃうので白のヒートテックを着てきたんですけど、
そう、下のね、全然見えてもいいシャツって言うとあれなんですけど、なんかタンクトップみたいなやつがね見えちゃうだからタンクトップ脱ごうかなと。なんかヒートテック着てるから別にタンクトップ着てる意味そんなにないんだけど、そうヒートテック脱ごう、あ違う、タンクトップ脱ごうかなとも思ってる。そうそう、なんかさ、私のさショールームの配信では全然いいんだけど、タンクトップが見えてたらあやばいってさ言えるから全然いいんだけど、でもアンロケさんだとさ、ちょっとさ自分のショールームじゃないからさ、なんとも言えないんですよね。うん、だからのイヤリングはこのお洋服に合った感じのイヤリングです。かわいい、つけるの忘れないようにしなきゃ。でも移動中に外れたら怖いので、あっちに行ってからつけます。たま、みんな配信してんの今、頑張ってる？あ、ぎょうちゃんメイクしてるんだ。みんなすごい、みんなすごい、頑張れみんな、すごい、ほぼ全員やってんのかな、このイベントに参加してるメンバーは。そうでもないか、ももちゃんとかこみさんとか、あと誰いたっけ、せりちゃんもか。まあスタートダッシュがいいのかわからないけどね。コミさん出ないの？え？ツイッターやっ、あれ？嘘だった？じゃあ、あれ？ちょっと待って、嘘、私コミさんのあれ出ますみたいな宣言文みたいな見ましたよ。なぎちゃんやってるよ今。うん、もうリストとか出てんだ、そりゃそっか。ほんとだ、てか9人10違う8 9 10 11 12、あやねちゃんもやってないまだエイプばっかりじゃん。本当だ、コミさん出ると思ってた。すごい、なんかドボンなんか上の順位、上らへんのランキングの順位がドボンなんだけど、完全になぎちゃん、ひななさん、ちゃけどうだったんだ。トラックエローさん、メランボール3つありがとうございます。ありがとう。歌います、ちょっと待ってね。なんかさ、この髪色さ見せたらさ、見せたらって言うとあれだけど、友達にさ鬼滅の M さんって人みたいって言われるか、禰豆子みたいって言われる、もうどっちか
私鬼滅見たことないと思って。そう見たことないから分かんない、どっちも分かんないと思いながら、うん、ねずこちゃんはまあギリ分かるけど、ヌバーストップさん、ミラボールありがとうございます。ちょっと待ってね、 Wi-Fi が繋がらない。繋がった、昨日どこまで歌ったか覚えてる？もしかして好きなのか自分でも気がつかなかったけど、もう会えないって思ったら突然胸がキュンとしてきた。もしかして恋なのか、今まではノーマークだったけど、もっともっと話したいって思った、彼のことを知りたくなった。ありがとうございます。自分の歌声が未だにどこか分かってない。うわ待って、今日行けばよかった。やってんのかな、うわ待って、渋谷パルコ行けばよかった今日。悔しい。ケースもうパカパカだから、ここが、うん、ハピオのためにポケモンセンター行って買ってきたよなんて人いないですよね、さすがに。うん、だからあ行けるかな、行けばよかった。まあなんでかっていうのは後でお話ししますね。なんでって、パンダさんミラーボール2つありがとうございます。そうだ、そうだ、好きだ好きだ、なんとかしなきゃ、ジエンド、好きだ好きだ、別れ際に抱きつこうか。ありがとうございます。ハーピオンはラルムさんのイベント参加してないので、皆さんすいません、あのこの時間にやってることがね、あの本当にあの多分あって思ってる人が多いと思うんですけど、本当にすいません、あのこの時間しかできな、まあ、この時間しかできなくてって言うとあれなんですけど、のんびりこの時間に配信しようっていう感じなんですけど、本当に申し訳ないです、本当にやってないです、ごめんなさい。そうなんですよね、ちょっとこの時間すいません。そうですよね、しかもなんかあんま結構あれですからね、私そういうイベントとか参加しがちなタイプの人間だから、参加してんじゃないみたいな感じの多分雰囲気だと思うんですけど、すいませんしてないです。はい、で待って、私普段めっちゃスタバ飲むの遅いのに今日めっちゃ早い、疲れてる。じゃあちょっと待って、みんなどんな配信してんだろう。なぎちゃん、あなぎちゃん一旦終わったんだ。ひななさんもちゃっけ、りょうちゃん、そうだよね、りょうちゃんは今さ、今めっちゃ 3時間するしかないんですよね。そうなんだよね、
真っ白頑張れマジロー。マジローもでもさあれですよね。あ、1064日ありがとうございます。なんかこれさ18歳以上じゃないとさ、その夜できない子とかいるじゃないですか。大変だよね。うん、ん？ 3 時間だから影響ない。え、でもあるよ。やっぱだってさ夜の方が人は見に来れるから影響あるよね。結構平日のだってさ全員が全員学生ってわけじゃないじゃないですか、見てくださってるファンの方も。だから昼間にできたとしてもそのお昼の時間帯がさ休憩時間とかさがさ、みんなが同じ時間に休憩だったらいいけどさね。だからむずいよね。頑張って。だから若い子は多分真っ白だけなのかな、大変だと思うけど頑張って、みんな頑張れ。うん、初めてのイベントね。え、本当だよ。頑張ってもらいたい。茶券とこはショールーム強いじゃん。うん。だってね、いつもすごい、すごいですから。いつもの人たちが頑張れば。すごいよ。ドバンもすごくてショールームもすごくて、もうね最強なんちゃう、イベント系最強なんちゃう、あの子マジで。今日透き通ってて、マジ？今日透き通ってる？嬉しい。ちょ、それをね目的にしたの今日は。なんか服を持ってくるときに迷ったんですよ。まあなるべくね服荷物減らしたいから。そう。だから迷ったんです。で、昨日の服を本当はアンロケのあの配信の時に着ようかなと思ってたんだけど、でも。その配信だからさ、やっぱ光がさあんまり、なんだろう、光が欲しいですね。で光をこう、あのまあだからお洋服を使って、なんか免許証のさあれの時もさ、なんか白い服着た方がいいとかあるじゃないですか。それと同じ、今日はそれで来ました。私免許証取りに来た免許証取りに来た人、私今日。そうそうそう、だからそれ意識で今日来たから、え、マジ透明感って売れて本当に嬉しいです。ありがとうございます。やっと、今日は
じゃあなんで今日うわー行ってくればよかった渋谷っていう話を。ハルピオメイクのメイクじゃないや、免許証の写真可愛くない、だから一回も見せたことないでしょ。可愛かったらもう見せてるっていう、もう絶対、うん、見せたことないのは可愛くないからだよ。証明書としての使用頻度が高い。私はまだ学生証があるから今年1年、今年は平気だけど来年になったらね、わかんないですけど卒業できるかわかんないですけど、卒業するとしたら来年なので、見て爪がなくなってたの、なのでこっちの爪も剥がします。バイバイ。そんでちゃんと持ってきたの、何回駄菓子屋でこうやってファボーレの、でも高見菜さんのだけ公式のやつ買いました、さすがに推しなんで。すみちゃんハートありがとう、キュンです、ありがとう。マニキュア臭ここでさ飲んでたからマニキュアめっちゃツーンってきた。あ、今日渋谷に行ってたんですけど、今から説明します。私なんと実はまあね、昨日下北さんがあって時間があったので、で今日このこの後アンロケさんのあれがあって、その合間に時間があったので今日の午前中、じゃじゃん、こちら2番目でもいいのを見に行ってきました。イエーイ。あ、爪ついちゃう。ね、チームエイトからはハマちゃんと、カレンとサヤリンの3人が出演してる。そして AKB48 からは、AKB48 の他のメンバーさんでは、千織さんと、クロスちゃんが出演してる2番目でもいいのを見に行ってきました。はい、そうなんですよ。でね、なんか私もそのなんかゲネとか行けたらなと本当はねいつも思ってるんですけど、でもちょうどゲネのタイミングがあれで行けないあれだったので、なんだあれで何で行けないんだってなるかもしれない。まあとりあえず行けなかったので、今日の14時の公演のやつを見に行ってきたんですけど、あ、なんて言おうとしたか忘れました。あ、そうで、なんかメンバーって大体ゲネに行くので、なんか私誰もいないかなと思って行ったらでこうやって座ってたんですね。そしたら隣になんか人が来て、あ、まあ多分先輩かなと思ったんですよ、私も。あって思ってみたら宇多田ハツカだった
そう、いつもなんか全然今回で一緒に行ってたんですけど、今回は約束してないのに会っちゃったそうそう、それであのその後にミスターも来てでもなんか夢見る揃ってしまったよと思いながら一緒にいました。私も一緒に見てました。だから本当にハッツとは最近マジずっと一緒に舞台見てる。あのミスターのなんだっけあれ、それも新国立劇場さんでやってたあのオープニングオープナイも一緒に見てたし、そう、それはね一緒に行こうって言ってたんですけど、一緒に見たしネオンキッズも一緒に見たし、マジうちら舞台仲間みたいなそう、ウケるよね実は実は実は。でもよかった、ちょうどこの期間にやってくれてて、私がここに いる間にやってくれてて、嬉しいです。よかった、見に行かせていただいて。どんな感じのお話、ここに書いてあることをそのまま言いますね。第16回となる本公演は初演時代劇団代表作を大胆にリメイク目でもいいの絶賛フと、夫大好き天然おっとり系です。瞳、両者が火花の展開になるかと思いきや、事態は思いもよらぬ方向へ。皮肉にも同じ人を愛した者同士だからこそ分かり得る感情、単なる復讐劇では終わらない痛快爽快愉快ドタバタハートフル不倫劇っていう感じですまあ、まあ要するに浜ちゃんが不倫します、以上です面白さもあり、浜ちゃんがなんか浜ちゃんカレンの OL、 カレンも OL 役なんですけど、マジにもう本当にマジですごい、本当にすごいと思った。マジのマジモンの OL でした。マジすげえ本当にすげえ。このよしまゆさんってあれなのかな、声優さんなのかな、めちゃめちゃいろんなもう声がいろいろすごかったです。吉岡この方、メリーちゃん役さんの吉岡麻也さん、めっちゃすごかった、なんかね千織さんはマジで、いや分かんない、私が
そのなんだろう、千織さんの 100% を知ってるわけじゃないのでわかんないんですけど、もう千織さんは千織さんって感じでした。いや、なんか OL バージョンの千織さんみたいなそうっていう感じだった。待って、私これメイクしなきゃ、忘れてた、やべやべやべ、本当に。でもそっち、あ、やべ、OL の千織さんって感じ、千織さん OL バージョンみたいな、いや本当にそういう感じ、もうそんな感じでした、うん、なんかそういう役なんですよね、千織さんの役が。そうそう、だからすごい吉岡さん声優さん、あ、やっぱそうなんだ、すごい声がいろいろ七変化っていうんですかね、もう七七どころじゃない、もうたくさん変化されててすごいと思いました、うん、本当に。でまあカレンは OL でした、本当にマジ。なんか吉田カレン、なんかね、一つ一つの動きというか、なんだろう、もう本当に OL って感じ、20何歳なのか、まあ、設定が分かんないからあれだけど、もう本当に20いくつの OL さんに見えて、すごい上手って思いました、演技、ね、ツインテールの方が出てきて、え、誰だろう、かわいいと思ったらクロスちゃんでした。そう、かわいかった、めちゃめちゃ、すごく、ほら見て、見えてきた、アンロケさんのあれの前に、いや、ヒートテックじゃないって言うんだけど、見えても大丈夫な、なんかちょっとフリ、あの可愛い系なんですけど、見えないんだけど、フリフリ系は今服に隠れてるから見えないんですけど、そう、まあ、見えちゃうかなと思って可愛い系来たんだけど、まあ、見えたけどフリフリのとこだけ見えないっていう、結局意味ないんかいって感じなので、後で脱ぎます。ヒートテック着てるので別に寒くもないし大丈夫。さやりんはね、なんか一人だけ、そのなんだろう、OL 役じゃなくて主婦役だったんですけど、なんかその他の方々は多分もうこの2人かな、多分一番年下なのかな、あの主婦役の、わかんないけど、主婦若主婦に見えました、すごい、うん、そんなに近い席じゃなかったから、あんまりすごい表情とかはそんなに、なんだろう、頑張って見るぐらいの目凝らして見るぐらいだったんだけど、え、本当にパン焼いてそう、マジそれ、パン焼いて子供の帰り待ってそうな主婦でした、めちゃめちゃ。あ、すごい今浸透してます、すごく顔に。これもらったの、あ、違いますよ、これ2番目でいいのでもらったわけじゃなくて、なんか試供品みたいなのもらったので使ってるんですけど、めっちゃこれいい、やばい、さすが資生堂、すごいしっとり、
今日からお話し会第2販売が始まる。そうなの？みんな、そうらしいよ。よろしく。チャンスでちゃんと喋るね。ごめん、そんな軽くよろしくとか言ってお前行かねえぞって言われそう。やばい、やめよう。ちゃんと喋ります。で、他の方々もすごい、金魚さんがすごくね、スタイルがめちゃめちゃ良かったです。うん、で、このこちらの方、そう、男装アイドルさん、女性なんですけど、普段塾さんの(笑)めっちゃかっこよかった。男装アイドルさんなんで、女性なんですけど、全員女性なのかな、なのかな、なんですけど、今回の舞台めっちゃ可愛かったです。なんかかっこよかったんですけど、そのなんて言うんだろう、終わった後にそのハマちゃんたちと会うことができて、で、その時にその近くにこのリクさんがいらっしゃって、で、なんかあのメンバーで集まってって言うとあれですけど、なんかすごいってなってる、そういうわけじゃなくて、なんかあのみんなと、いや、すごい良かったよっていう話をしてた時に、あのその写真撮りましょうかって言ってくださったんですね、この方が。めちゃめちゃもう可愛すぎた。うん、やばい、ハマるかもハマるかも。普段塾さんめっちゃかっこいいし、かわいいし、うん、素敵。みんながいなくなっちゃう、やばい。そう、何で知ったんだろう。なんかわかんない、うん、昔から好きなんですよね。でもちゃんと、なんだろう、すごい1から100までを知ってたわけじゃなかった。男塾さんっていう女装じゃないや、男装アイドルさんがいる、見て、すごい、めっちゃかっこいい、うん、クリームなりなり。出演者さんは全員女性です。そう、ズッキュン娘さんなんで、多分ね、スターダストさん、昨日のバッテン少女隊さんのスターダストさんでしたよね。すごい。肌いける、あ、このマジ化粧水すごいしっとり、肌がしっとり。あ、今日はね、乾かし中で今日はまあすぐ乾くスポンジを持ってきたんですよ。でも濡らしてくるの忘れた、だから濡らしに行かなきゃ。スタッフさんがおられるのに、ちょっと最低限、ちょっと一瞬濡らしてくる、すぐそこ、なんか、えい、すぐそこにあるので一瞬で濡らしてきます。ちょっと待っててね。あ、どこ、
ました。ほら、こんなに膨れ上がったよ。さっきのサイズ覚えてるかな。まずさっきのサイズって覚えてるかな。フルーツ牛乳飲みましたよ。あれ言ってないっけ。飲んだ。美味しかった。でも私が一番、本当に一番スタバでおすすめするのはマジこれ。バニラクリームフラペチーノ、キャラメルソース、アップルシナモン果肉追加。これが一番うまい。まだ飲み干してない、あとちょっとある。でもさ、なんかこういうの飲み干すときってさ、なんかズズズズズって音聞こえるじゃないですか。あんまり嫌なんですよ。なので配信を切ったら飲み干します。ここは少なくとも何分に出なきゃいけないかというと、遅くともか、意外とあれだな。意外と時間ないな。いや、意外と時間ないな。自分でもびっくり。本当だ、あやねちゃんロングになってる。ラルムさん用かな。まあ確かにこの方がラルムさんっぽいもん。なんか確かにね、なんかファンの人好きそう。なんか絶対私の今の髪色絶対ファンの人、なんか多分私のことを好きな人は好きだったけどみたいな。でもなんか
私のことをそんな別に好きでも嫌いでもない人はなんかあんまり好きじゃなさそうなんだろうなっていう、自分髪色してるなっていうのはちゃんと自覚してるんですよ。だから期間限定っていうのをつけてツイートさせてもらったんですけど、そう、まあ、別に私も人生で1回ブリーチできれば満足ではあるので、正直でも結構あれなんですけど、あやねちゃんの今の髪型を絶対ファンの人好きうん、そう、なんて言うんだろう、絶対ファンの人好きだと思う。でもまあ結構ねメンバーにも似合ってるっていうのをたくさん言ってもらえたりとかしてて、まあでもこっから上だけ見たらね分かんないからね、そんなに。しかも今しかできないんだよ髪色あれ、こんなね遊ぶなんて。まあ、将来的にね舞台とかなんかそういうの出た時に私がその役で染めるとかだったらあれかもしれないけど、そうだからいいじゃん。てかなんで髪色でそんなさ好きとか嫌いとか言われなきゃいけないんだろうね。まあ私のファンの方は結構可愛いよって言ってくれる人が多いので、まあ自分の推しだったらそう言うしかないかうん、そうだよね、それはわかるんだけど、でも本当に思うのはマジ今しかできないから、まあアイドルだって今しかできないから、ファンの人にじゃあ好かれるっていうとあれですけど、しなよって言われるとまあ確かにそうなんだけど、そうなんだけどふ髪は遊べるうちが花、あそう思えばいいのか、遊べなくなっちゃったからなんかそんな髪色って言うって思えばいいのか、あそう思えばいいんだじゃあそう思っときます、うん、そうしよう、そんな髪色にしてって言われる言う人がいたら遊べるうちがよやだ、こんなアイドル、でもなんでもっと早くじゃあ染めればよかったじゃんってね言われるじゃないですか、言うと思うんですよ。でもなんで私がこうまだこのねこの本当に短期間しか染めないか教えてあげます。アルピオンだってプロ意識の高さはあるんです、ちゃんとちょっと充電がやばそうだからこっちにシフトチェンジ。なんでかっていうと、それこそ3月の本当はねもっと2月のね後半とかからやっておきやりたかったんですよ。そうでも3月のあの20日に放送されたふるさとスペシャルさん KNB ふるさとスペシャルさんがあったじゃないですか。やっぱ多分なんかなんだろうな、うーん、富山にこんな髪色の人いないんですねそうだからやっぱ多分それを、しかも多分そのふるさとスペシャルさんを見る人ってなんかそういうこういう若者っていうよりなんか主婦の方とかそういう方が多いから、だからちゃんとプロ
偉いでしょ。なんかすごいみんながハルピョンさん、期間限定ですって先に書いたのに結局言われた。待って叩きすぎたかも。やばい。やばいやばいやばい。そう。切るって言ってんだから。その期間限定、もう一生これにやる、これするって言ってるわけじゃないんだから。期間限定って言ってんだから。まあでも、なんか分かりました、私は。そうだ。ファンの方に言われて、だけ。嬉しいよ。よし。そうやって生きていきます。本当はもっといろいろ遊びたい。はい。もっとやりたいです、いっぱい。本当はね。でもアイドルしてるから抑えてる。でも私もともとの髪色が黒じゃないからさ、なのに黒がいいって言われてもさ、私の染めてない中学校とかの写真黒じゃない、焦げ茶なの私元から。でも黒、まあ、あんまりハルピョンのことを知らない人はね、黒、昔の黒の方が良かったよ、黒が黒がって言うと思うんだけど、焦げ茶なの実は。いや、分かるんですよ、自分は暗い方が似合ってるのは自分でも分かってるんですけど、でもそんなのやってみないと分かんないじゃんね。ねえ、だってハーピョン実は坊主めっちゃ似合うかもしれないし。うん、実はベリーショートとかめっちゃ似合うかもしんないし、わかんない。私のこと好きな人は別にだからそう言うしかないのは分かってるけど、そう言ってくれるからその言葉に甘えます。もうでも何を言われても、あ、その髪があるだけ羨ましいと思いなさい。はいはい、そう返したいと思います。これからは受験の時にしてたショートはめっちゃ可愛かったよ。まあ素材がいいからどんな髪型でも OK。 ありがとう。今の色好き、ありがとう、やだね、大好き、もう好き。長いと切るのがもったいない、まあそれは思うんだけどね、それはすごい思うんだけど、でも毛先が痛みまくってるので
切らないとね。そうそう。みんなもさ、じゃあ何がダメなんですかね。分かんないね。まあ別にいいんですけど、切ることは美容師さんが一番喜ぶ、絶対それなんですけど、本当にそれな、いいんです。私は何を言われても切るって言ってんだろって言います。だからこの、まあ、1ヶ月弱てかさ、ムカつくムカつくなんで私の人生否定されない、終わり。あ、発表になったんだ。私もさっき知ったんですけど、3月31日のチーム K リセット公演に出演させていただけることが決まりました。拍手。生誕なんだ、まあ、こっちそれもあるからね、出なかったのかな、ラルムさんの、わかんないけど。私の千秋楽は3月31日の18時半です。ただチーム K の千秋楽としては4月6日の18時半。私はそっちは出ないけど、でもまあどうなんだろうね、出るんですかね、わかんないけどあの他のチームのとか見てたらね、多分出るのかなとか、わかんないけどなって思ってますけど。ね、オカリナいる、嬉しい、愛してる嬉しい、オカリナ愛してる。幸せ。それな、リセットを思い出さなきゃ、やばやば、もうショールームイベントやってる時間なかったわうん、リセット思い出さなきゃ、やば、ね、何にも覚えてないマジで。リセット公演のリセットしか覚えてない。うん、なんでかっていうとね、リセットはゆいさんの卒業公演でやらせていただいたので、そう、それだけ覚えてる。なんかさ、鏡あるとこでさメイクしようとしたんですけど、あのスタッフさんがね、そのちっちゃい隙間の窓から見えちゃうんですよそう、配信してるところを見えちゃう、恥ずかしいから私も
なんかここにあったパーテーションみたいなやつどこ行ったんだろう。うん、あったはずなんですけどなくなっちゃっているので、恥ずかしいのでこのちっちゃい鏡でメイクしてます。今日はアンロケ入りますね皆さん。私の予告寝起きドッキリが入りますけれども、ドキドキワクワクフッ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 ハハ。見てください、はは。何をやったのか見てください。野口さんみたい。ばあちゃん、ばあちゃんみたい。クレヨンしん、クレヨンしんちゃん見たことない。クレヨンしんちゃんにおばあちゃんって出てくるの。すみちゃんハートありがとう。キュンです、ありがとう。ん、ぼうちゃん、ぼうちゃん。すいません。ぼうちゃんか、ちょっと。ハイライト、なになに。この間も聞かれたな、アニメ見ないのって、美容師の方に。嫌いなわけじゃないんですよ別に。うん、見ないですね。でも確かに、でもなんでって聞かれたらもう分かんない。別に見てない理由もない。
いそう。すいません、ちょっと静かにしますね。この間ね、あ、静かにするって言ったのに、ちょっと待ってて集中するわ。この間ね、劇場のノンノンのね、卒業公演の時にね、なんか楽屋のいつもそのオンデマさんと同じ映像がね楽屋で入ってるんですけど、それがなんか見えなくて、そうで、それに気づいたのが、私たちも気づいたのが本番始まってからだったんですよ。そう、え、そういえば今日入ってなくないみたいな、画面今日入ってなくないってなって、なんかつけてみたけど全然見れなくて、でなんかマネージャーさんに聞いたら、その大元がまず今日多分そのスタッフ様ね、楽屋だから入れないからついてると思って、あの何も言わない、私たちも何も言わなかったからついてると思っててみたいな。で私が DMM さんを携帯で流してましたそう、私の携帯で流してた。でもね、すごいね、時差があるの。だからね、やばい、行かなきゃみたいなそうそうそう、なってた。マックミックさん、ハートありがとう、ありがとうございます。昨日初めて下北さん見た、ありがとう、見てくれて、ちゃんとお礼言わなきゃ、ありがとう見てくれて私がさ、それこそさ、劇場のんのんのやつさ、なんか神手せん、んちょい神手、センターブロックのちょい神手ですって言ったらさ、マジそこにしかファンの人いなくてさ、いやそれは嘘なんだけど、そこにほとんどのファンの人が集まっててさ、もうなんか緊張してさ、全部振りとか頭飛んじゃった、全部マジで本当に、うん、頭から飛んでしまってました。今回劇場でプレゼント受け取った、いただきましたよ、いただいたけど、ちょっと待ってね、明日かな、お家帰ってからかなと思ってます。でさ、その卒業公演じゃなかった、卒業イベントだったからさ、そのライトとかもライティングとかもなかったからさ、もうずっとファンの方が見えるわけよ。いやなんか普段もずっと見えるんだけど、そのなんて言うんだろう、もうくっきりと見えたんですね、そのいつもの劇場より。だからもうなんかすっごい緊張した、いつも以上に。うん、あんな状況で踊ったことなかったから、ライティングってすごい大事なんだなって思った。
サットさんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。なんで、なあもうこの時間に配信してるからさ、イベント出てると思われるのかな。でもこの時間しかできない人にさ言わないでほしいなどうしよう、もしまたこれでなんか怖い人から、他のメンバーがラルムのイベント頑張ってるんだから、なんでそうやって時間重ねようとするのみたいな来たら、そんな私に言わないでよ、この時間しかできないんだからごめんってば。ねえ、本当にもうって感じ。ピンク、ピンク系。これから回る寿司に行ってきます。行ってらっぴ、うまい寿司を食べてくるんだぞ。いっぱいいっぱいたらふく食べてくるんだぞ。ソフトバンク開幕戦ね。今みーさんがさ、あれでスタメンで私は本当に良かったよ。推しがいない野球はね、野球じゃない、あ、それは嘘、ごめんなさい、野球なんですけど、やっぱなんかどこか物足りないというか、だみんなも推しがいない劇場はね絶対物足りないと思うんですよ。その気持ちがわかる。ギラギラ、今日のメイクはギラギラテテテレ、アドさん、あんま分かんないけど、あ、やばい間違えてこれ飲もうとした、危な、死ぬわ。ファンのみんなの目の前で誰か止めてねそういう時は誰か止めてね、さすがに。うん、今回はあんまり喋んなくていいみたいな感じなので、ちょっと気楽に行きます。私は新庄監督さん、まさか初戦からホークスが当たるとはって感じなんですけど、多分今一番注目カードじゃないですか、きっと。新監督2人とも、待って、今日12時まで配信あるからさ、ごめん、
充電ないって言われた。でも充電器これでさ、携帯のやつ1個しかないの。でも携帯も充電ないから、充電したいから終わっちゃわなきゃ。でも、もうゼロになるまで頑張りましょう。ゼロになるまで、ゼロになったら終わりです。ごめんなさい。新たな配信ですよね、充電がゼロになるまで。新しい試み。あれ18時半からだっけ。ドキドキですね。でも7時くらいには配信終わる気持ちでいるよ今。多分千賀さんすごい、今知ったの？千賀くんはすごいんだよ。今宮さんに期待する成績？とりあえず怪我しないでくれ、今シーズンは。本当に頼むから。推しを途中で見れなくなるのはね、嫌ですよね。怪我せず。日本シリーズまで推しを見れることを楽しみにしてます。私誰推しだと思います？ホークス？誰だろう。でも多いのはギータさんですよね。ギータさんはね、多いね、本当に。私もギータさん好きよ、めちゃめちゃ。てかさ、パパに、あの、ゆいゆいがさ、なんだっけ、あの、鬼退治の時にさ、助っ人外国人を答えよ、みたいなあったじゃないですか。パパにも私、その時に出されました。はい、じゃあ、助っ人外国人って聞かれて。モイネロディスパイネー。ホークスしか言わなかった。ホークスしか知らなかった。うん、すいません、本当にホークスしか知らないんだよな。あと山川さん、名前だけ知ってんのはね、わかるんですよ。源田さんとか、あ、石川さんも名前だけじゃない。石川さんはロッテのちゃんと知ってる。あと福田さん、福田周平さん、ホークスから移動した。みんな、じゃあ助っ人外国人あげてください、ぜひ。知ってたら知ってるって言うわ。ポーリック？ボーリック？知らない。あ、知らないや。マルテ？知らないや。マチャリン？マチャリンはさ、バレンティンさん知ってる。知ってるよ。
まあ、全然わかんない。誰？あ、外さん聞いたことある。外さん。外さん聞いたことある。なんか適当にさ、ここ今さ、カタカナなんか星の名前とかさ、アルタイルとかさ言ってもなんかハルピョン気づかない絶対。え、これやってほしい。クイズノックさんで。このこういうあれで適当に、あ、なんかあれっぽいか、オーストラリアと四国みたいか。クイズノックさんなら気づきそう、頭いいから。ルーマーっているの？へえ。バース掛布さん。あ、待って、ウィーラー知ってる、ウィーラー知ってる、ウィーラー知ってる、3回言った。サファテちゃんね、ウィーラー知ってるよ。なんでだろう、なんで知ってんだろう、ウィーラー。え、なんで知ってんだろう、巨人ですよね。え、なんで知ってんだろう、わかんないな。もうなんで知ってんだろう。あれ、楽天でしたっけ。あれ、やべ巨人ですよねとか言ってあれ巨人じゃない、あ、巨人ですよね、ですよね、多分。だから日本シリーズかなんかで知ってんだから、去年一昨年の四立てした時かもしれない、その時に知ったのかも。うん、そう、ホークスと対戦してくれれば知る機会があるので、ホークスと対戦さえしてくれれば。そうそう、よし、ほぼ完成、あとマスカラ。ハルピョンならどんな髪型でもいいよ。やばい、どこにいる今。月、月よりも離れたところにいる。すごい時空飛んでんね。大丈夫そう大丈夫そう。待って、前髪やばい、アイロン持ってきてないんだよ。アイロンホテルに置きっぱなんだから、やめてくれよ。今日もカチューシャつけます。仕事中だったの？わざわざそんな仕事中に見てくれて、仕事中に思ったことを後でハルピョンに伝えなきゃって思ってくれてたってこと？かわいいね、本当に。全然わかんなかった、助っ人外国人さん。私ホークスの選手しか知らないわ。あとウィーラーウィーラーちゃん、あとソトさん。でも言われないとわかんない。そうだねって思い出す、なんかあれでしょってはなるけど。あれ、あと言われないとわかんない。プライズライバーさん、ミラーボール4つありがとうございます。ありがとう。わ、やばい、待って、攻撃されてんだけど。うちの城攻撃されてるわ、最悪。やめて、来ないで。バリアー最悪。ピエピエのピエピエ、悲しい。はい、
スラミやばい、投げそう。どうした？何投げられるの私。キャー、降ってくる。マスカラ塗ったらほぼ完成。あとは配信場所に着いてからリップ塗ったり、したいと思います。すごいアングルでごめんね。可愛くないよね。なんですかね。何がって感じだよね。何の話してたっけ。今。ごめん忘れた。グラシアルさんが、うお、いけ、ホームラン打っちゃえ。ギータさんとミモリさんが出てるって。何、サイン決まらずって。ボール人、人間誰でもミスはするよ。それを上げ足取るように言うなんて怒るよ。うちの推しの グラちゃん。これ自動更新だよね、確か。うん、ストライクアウト。153キロストレート構えたところにズバリ全く反応できず。頑張ってくれよ。次は、次クリちゃんじゃん。いけいけ。ミラーボール来てた。嘘、待って、あ、さっき見たわ。サプライズレバーさん、ミラーボール4つありがとうございます。じゃあちょっとこのクリちゃんが終わったらいいとこなのよ今。やっぱ映像で見たいな。ライブ配信。ボール2。あ、映像来た。
映像の方が遅いわでも映像で見てた方が楽しい、野球は。やっぱ北山さんがなんかあれですよね、なんか育成、え、なんだっけ、なんかのなんかでなんかでなんかでなんかみたいな、ピッチャーなんですよね確か。ドラ8、ドラフト8位で開幕投手、めっちゃすごいやん、やば、最強やん、遊んでるな本当に新庄さん本当に遊んでるな。これ栗原さんに歌せないつもりか、この人は。次誰だ、フルカウント、あと1球で多分決まるから待っててね、ミラーボールで、それ歌ったら多分終わります。ピョンちゃんの左目、はい、何でしょう、邪魔ですか、取った方がいいですか、取りましょうか取った方が、取りましょうか、クレハーさっていいよね。だって絶対さ、イメージっていうか、なんかそれこそタオルとか作るときにさ、絶対充電があと 10% やばいです。どこまで聞こえたんだろう。栗原さんがいい理由は、なんかグッズとかを作るときに絶対モチーフ栗になるじゃないですか、もう確定じゃん。橋本春菜なんて何も分かんない。うん、すごい、ごめんね、ファウルばっかりだねごめんね、早くミラーボール歌えよって思ってるかな、ごめんね、推しが頑張ってんだ、グラちゃん。推しがとっても頑張ってんだ、推しじゃないかまあ二推しぐらいです。クリパンマンさん面白いので、ファールばっか、これくらいの夜巻きでいっか、上、はい、
上でした。今のはハルピョンでも分かった。ミラーボール歌います。気になるよ。待ってごめん無理待ってごめん無理。この回一回裏終わるまで絶対一回裏終わるまでで絶対切るから、絶対切るから、絶対切るから、ごめんって絶対切るから待ってて、お願い。だって満塁2アウト満塁中村さんですよ。超気になるじゃんそんなん。もういい展開だ。私もね、あの行ける準備をしといて。そうフォアボールで出塁しました。これもホームランなんて打ってみ。もう新庄監督ってなるって。頑張れ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 。あ、どっち？いやーやばい。あ、ピンチしのがれちゃいました。ということでミラボール歌います。いけまーす。ねえ2番歌えるかな。秋風のクレシェンド、海は変わっていないのに、パラソルも畳んだまま、間違えた、パラソルは畳んだまま、噂話をしぼんでる、テレレレってお世話になりました。そっとつぶやいたら鼻の奥の方がツンとしてきた。また遊びに来いよなんてぶっきらぼうに言ってくれた。ありがとうございます。ミラボール4つありがとう。ルイさんかな、桜餅ありがとうございます。ありがとう。ということでみんなありがとう。まだもうちょっとできるんだけどね、きっと。でも終わろうかな。バッテリーが、そうバッテリーがやばいんだよねでも別にこっちの端末は切れちゃってもいいんですよ。別にショールームするわけじゃないから、携帯さえ充電あればいいので。私はこれで見れば、あ、これで配信すればいいんだ。それも可能。終わります。いや、あーどうしよう。でも
時間的には余裕はないっちゃないけどあるっちゃあるって感じ。うん、終わろっかな。なんか今終われば余裕持っていけるけど、もうちょっとしたたらちょっと頑張んなきゃみたいな感じです。まあ余裕持って行動した方がいいよね。余裕持って行動します。ということで終わります。うん、それでは、うわ撃たれた。何があった今、今みーさんが止めれなかった。うわ、ただ足速いこの人、そんだけだ。この人が足めっちゃ速かった。わあ、何、タワーが立ってる。秘密さんかな、タワー、ありがとうございます。せーの、タワータワー、ありがとう。秘密さん、ありがとう、ありがとうございます。桜タワー、ありがとう、ありがとうございます。じゃあみら、でもどうしよう、もうやばいかな。あー、いけるかな。今すぐランキングが変わってくれればって感じだな。すぐすぐ今すぐ変われ、変わってくれ。今すぐ変わってくれ。結局行けなくなっちゃった。結局行けなくなっちゃった。ダメだ、結局ギリギリだ。ちょっとじゃあ片付けでもしておきます。ゴミ、スタバ美味しかったですよ。バニラクリームフラペチーノ、キャラメルソースとアップルシナモン果肉追加、ぜひ飲んでみてください。え、いってらっしゃい、いいよって言ってくれた優しい秘密さん。待って、ごめん、うるさいね。じゃあお言葉に甘えて、秘密さんタワーありがとうございました。お言葉に甘えさせていただきます。いきます。1位サプライズレバーさん、ミラボルありがとうございます、たくさんありがとう。2位トラック野郎さん、ありがとうございます。3位ネバーストップアットワクチン3回目副作用出てもあるのか見る。見て、でもあの寝て、どっちだろう。4位パンダさん、ありがとうございます。5位 A ダッシュアットピョンドさん、ありがとうございます。6位 YK アットウィラー、いやターボ放送実況見るね、見てください、お願いします。7位ともゆきさん、ありがとうございます。8位クミちゃんアット誰、ピョンちゃんは2番目でもいいの、あかんやろな、絶対ダメ、2番目だったらこうする。9位山内さん、ありがとうございます。10位ときめきこばぴょんあとぴょんどさん、ありがとうございます。11位ビンゴあと今年もよろしく、ああと今年もいっぱいラブラブしようねさん、ありがとうございます。12位松本坊さん、ありがとうございます。13位レクサーとぴょんどさん、ありがとうございます。そして本日のラッキーと88位はタクトさんです。皆さんありがとうございました。ということで、なんか強いのに、え、日ハム強い、
やっぱ新庄さんってすごいのかな。ということで皆さん本日はありがとうございました、この後夜21時半から私アンロケさんの実況、君もエイトちゃんと一緒にみたいな、なんか見ようじゃないかみたいなのを、見ます。そして22時からはアンロケがあります。ぜひ一緒に見てください。よろしくお願いします。ということでそれでは最後にキャッチフレーズをして終わりにしたいと思います。はい、ウサギのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春、ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで9321人の皆さんにきっと期待がお届けしちゃう、富山県代表春ぴょんこと橋本春奈でした。それではありがとう、またね、バイバーイ、ありがとう。やばい、切れない、充電なさすぎて切れない、バイバーイ。